はい、タクチャンネルでございます。前回ですね、 iPhone XS 関連、そして Apple Watch の話をしました。皆さんどうでしょう、注文したんでしょうかね、予約したんでしょうか。こちらにもですね、 XS を注文しましたっていうね、コメントをいただきましたけども、今回、僕はですね、 iPhone はスルーしまして、Apple Watch をね、まあ注目してたんですけども、なんと今回の目玉だった心電図機能、これがですね、なんだかこう医療機器扱いになるだか認可が必要らしくですね、日本ではこれどうなんでしょう、 Apple Watch なのかそのソフトが対象なのかわからないんですが、その認可が通ってないみたいで、なんかすぐには使えないという情報が出ました。まあ確かにね、ああなるほどといった感じですけどもね。でどうするか、Apple Watch 買います。いや、注文しました、ね、予約しました。まあ、とりあえずですね、その心電図機能は後になってもいいから、ちょっとね、まずは使ってみようと思いましてね、早速ソフトバンクに行ってきました。そしたらですね、今僕の iPhone とかそういう通話料の支払いって銀行引き落とし、家のね、まあ口座の引き落としになってるんですけども、これがね、カード払いじゃないと注文できないって言うんですよ。で僕ってちょっとそれは嫌だなと思って、ちょっと渋ったんですけどもね。そしたらね、あの店員さんが、まあ後から変更できますよと、ということで注文しようとしました。で僕がこうね、なんかこう書類を書いてる時に、じゃあその支払いの変更っていつからできるんですかって言ったらですね、まあアップルウォッチが届くまで 1、2ヶ月かかりますから、とりあえず10月11月はカード引き落としになって商品が届いてから、まあ、変更ですね、それが嫌だから言ったろうと思ったんですけどね、その前にちょっと待ってと、1、2ヶ月待ち、結局ですね、ソフトバンクで買うのやめました。なんかね、融通効かないっていうかね、まあ調べないお前が悪いだろって言われたらそれまでなんですけどね。だって iPad を買うときだって支払い操作をね、支払い方法をそんなね変えたりですねしてなかったんですけども、なんで Apple Watch だけその支払い方法を変えなきゃいけないんだというね感じでですね、で Apple のサイトから注文しようとしたんですが、もうねその時ね午後の7時ぐらいだったんで、だいたいもうね3週間から4週間待ちでした。まあね、しょうがないなと思って、まあ一応アップルで注文しました。で夜にですね、ああそのね、アップルウォッチの予約状況ってどうなのかなと、もうね2ヶ月ぐらい待ちになってるのかなと思って調べたらですね、要はそのアップルストアではね、まあ iPhone もそうなんですけども、発売日当日受け渡し分ってあるんですよ。ただですね、今札幌なんですけど、札幌はね撤退しちゃって、一番近いねアップルストアってね仙台にしかないんで、まあ諦めてたところですね。そういえばビッグカメラとかヨドバシとか、そういう量販店はどうだろうと思って調べたらですね、はい、今なら発売日にお届けと。もうその時はね深夜1時ぐらいだったかな。えっと思ってね、すぐにアップルの方をキャンセルして、ビッグカメラの方に予約を入れました。ということでですね、一応発売日に届く予定です。ただね、北海道なんでね、発売日に届くんでしょうか。多分ね、もしかしたら1日2日後になるかもしれないんですけどもね。まあね、僕はもう27年前からパソコンは Mac 一筋ですよ。まあだからね、Mac 信者と言われればそうでしょうね。でもね、だからこそすぐに iPhone も買いませんでした。初期の iPhone、 そして iPhone3G、 iPhone3GS、 iPhone4 まではね見送りました。なぜかというと、別にそれを使う意味がなかったというかですね、もうその頃映像とかね、動画はやってたんで、フル HD で撮影できないなら別に買う必要はないかなと。だってそれならね、あのフル HD のビデオカメラ持ってたんで、まあそれを使ってね、わざわざね画質の悪くなる iPhone で撮る必要はないと。なので、iPhone4S がねフル HD で撮影できるようになったんで、そこでやっとね、iPhone を持つことにしました。
まあ、そういう意味から言うとね、アップルウォッチもね、今シリーズ4ですか。だから 4S があったらね、そっからなので、まあ、次回のシリーズ、シリーズ5になるのかな。それから多分ね、もっとね、iPhone じゃない、アップルウォッチもね、かなり充実してくるんではないかなと思いますが、まあ今回ですね、買ってみました。まあ今まではですね、iPhone 同様必要を感じなかったんですが、まあ年齢も年齢ですし、ちょっとでもね、何かあったかっていう、まあ健康のことっていうんですかね、そういうものに役立てばというふうに思ってですね、今回は買いました。まあ今はですね、初めてのデバイスということでね、とてもね、楽しみにしておりますけども、またですね、実際の商品が到着したら、動画の方はね、アップしたいと思います。ちょっとですね、ベルトも2つぐらいね、買いましたんでね、それもね、紹介したいと思っております。ということで、また！